さあ始まりました。はい、こんにちは。はい、じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。はい、日本勝利ということでね。そうですよ。いや、朝からだいぶ興奮しましたけども。いや、本当ね、朝4時から。もう4時からしっかりと。ここはどこなんだっていうようなことなんですけども。カタールではないですよね、これ。カタールではないね。でもカタールっぽいような場所で、そうですよね、この雰囲気で撮っております。はい。はい、ということで。ということで、はい、日本の勝利、はい、ね、スペインとの今日試合だったんですけども。中盤、結局中盤の勝負だっていうふうに言われてるんですよね。まあ、スペインっていうのはつないでいくサッカーも、はいはい、をやってくるんで、はい、日本がその中盤勝負をかけてシステム的に言えばキーパーでバックを3枚にして、はい、3-5-2-1、はい、赤がキーパーですよね、はい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 、キーパー見てディフェンス中盤フォワードと、はいはい、いう形、こんな形で352を取るんだね、はい、352を取って、試合を進めます、はい、まあ、だけど最初この中盤の勝負にやっぱ負けるんですよ。それはなんでなんですか？これはね、やっぱ技術的なものもあるし、やっぱ回される、はい、やっぱ精度の違いというのがあって、はい、まあ、最初に先取点を取られるわけだけども、はい、で先取点を取って日本が逆に前がかりになるかなと思ったらこの2枚を下げるんですよ。おお、はいはい、下げてブロックを引き出すんですよ。5-4という、はい、でワントップにして、でこれはやっぱ最少失点に前半を抑えたいということ、それは前半の1点を取られた後の残りの前半の時間の戦いかなってことですね。そうそうそう、これはなぜかというと、はい、ブロックを引くことによってもうより以上の失点を避けるということですよね。で避けるということはこの5枚のこれブロックって意味わかるかな、あの野球ファンの方。ちょっとね、わかんないでしょ。わからないんですよ。5枚を引くっていうことはやっぱバックを厚みにして4枚にするっていうことは、これをここのスペースをこの人たちが埋めていくというスペースを消していくんですよ。これがブロックの引き方なんですよ、ね、だってことは間に入るみたいなイメージですね。そう、はい、だからここがまあこっちのボールに対してこれがちょっとこう動いちゃったって言ったら、はい、これが入ったりとかこれが入ったりとかするんですよ、はい、だからスペースをこう埋めていくという、ね、はいはい、形。それで後半1点リードされて、はい、後半三笘と堂安をいきなり投入していく、はい、そうなんですよ。これはもう負けたら終わりなんで、はい、何点取られようが勝たなきゃいけない、はい、ということでまた3枚にしてシャドウ的なものを置いて、はい、2枚で両サイドを上げていくというね、この両サイドを上げていくという、はい、形を取るんですよ、はい、あ、これ1枚いらんな、まあ、こういう風な形を取るわけですよね、うんうんうん、はいはい、こういうような形と、はい、で、まあ、堂安のシュートが決まる、まあ、あれは堂安の得意な場所で、はい、おそらく相手のキーパーってあそこからそんなに精度にシュートは来ないっていうような、うん、まあ、多少どっかに合わせてくるんじゃないかなっていう読みがあって少し反応が遅れてるんですよ、はい、それと最後の三笘が抜けたシーン、はい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 、あれ VAR になったけども、はい、これがラインだとして、はい、ラインを割ったように見えるけども、はい、これね1ミリでもかかってたら、はい、セーフらしいですよ。1ミリでもかかってたんです。1ミリでも完全に出ないとダメってことですよ。だからカメラワークだとこっちから撮ってるんで、うん、はい、もうアウトしたというふうに判断してものすごく VAR の時間が長く感じたと思うんですが、はい、これが真上からこう見ると少しもう1ミリかかってるんですよ。1ミリの勝負ということで、はい、これが青ちゃんが飛び込んできて、幼馴染みたいな感じだって聞いたんですけど、2人がよく鷺沼 FC かなんかね4人入ってるという、いや、まあ、だからそこら辺はもう小さい頃から、うん、気心知れたというかね、あいつだったら上げてくるというやっぱ信頼関係のもとでやっぱできてると思うんですよ。だからまあそこら辺で押し込むことができた、はい、そしたらこのシステムをまた逆転してからは5枚4枚に変えるんですよ守備重視みたいな、もう守備重視、はいはい、もうブロックを引く、はい、でワントップでここをもうボールを追わせるというね、はい、犬みたいなやつがもういましたけども、はい、だからそういうことでやっぱ勝利を導いた、これはやっぱドイツ戦で奇跡とか言うよりも
っぱコスタリカに日本が負けたコスタリカの状態になってるわけですよ。わかる、はいはい、逆のパターンですよね。だからブロックを引かれるとどんな優秀なチームでもやっぱね、なかなか点を取るのは苦しい。そうなってくるとやっぱスペースがないからクロスを上げたがる、はい、でもクロスにやっぱ合わなかったですよね。そうですよね、うん、だからそういう意味で勝利をもぎ取ったけども、これは奇跡でも何でもない、あの日本の実力と戦略の勝利です。へえ、本当にあの日本のサッカーファンの方、はい、日本協会の方、はい、本当にあのドイツ戦スペイン戦もうお見事でした。これでまたね、あのサッカーが盛り上がって、はい、あもっともっとね、はい、強くなれるよう、また子供に勇気も与えたし、はい、非常にいい結果をもたらした、はい、このワールドカップじゃないかなっていうふうに思います。でね、森保監督がコスタリカ戦に負けた時に、はい、サッカー OB の方にいや森保さんはちょっと無理かなっていう批判を浴びてたんだけども、確かにそうですよね、あの時そうですよね、うん、だよ全然違う、うん、あのやっぱり戦略がハマったら勝てる、うん、で結果ここまで来て、だってまさかドイツとスペインがいてトップ通過なんか誰が考えたって、そうですよね、ね、はい、それを成し遂げてるんだからもう賞賛送りましょうよ、みんなでね。そうですよね、うん、野球ファンの方々もね熱くなってましたし、いやもう野球ファンの方々もこれから3月に WBC に向けて、はい、ね、歌詞を作っておきましょう、はい、もうどんどん応援して、はい、いやもう本当にね楽しみもらってますよ、うん、だって日本がこんなに一つになるっていうこともないし、うん、だからそういう意味では本当に見事な勝利だし、素晴らしい、まあ、選手たちのなんていうのかな、まあ、忍耐強さとか日本人の良さ、あの献身的なプレーだとか、そういうものが集約されたもう本当に試合だったというふうに思います。次戦はクロアチアと戦うということで、まずクロアチアでどんなチームなんですか。クロアチアはねやっぱりねスペインとよく似てて、なんかこう中盤勝負っていうかね、まあ、そういうところがあるんでそんなに戦いにくくはないと思うんですよ。だからそういう意味では戦略を持って戦えばいけます。キーになる選手はズバリ、まあ、やっぱりね後半入る、まあ、堂安であったりだとか三笘だね、やっぱ起点は三笘、はい、あと鎌田が少し調子は上がってこないとちょっと苦しいかなと、まあ、そんなところかな。ぜひね応援したいですね。もう応援しまくってるの寝不足だからはい、また次も期待してます、はい。